ちょっとその高橋の2球目というのはそういう感じの球が出ましたね、はい、その通りになりましたね、さて1回の裏の西本のピッチング注目してまいりたいと思います。控え落合さん、はい、山崎、太田、田淵、昨日伊達監督のベテラン陣、はい、まあ勝負どころではさすがのもんでしたね。そうですね、まあ、シーズン中もよくやられましたよ。まあ、泣いても笑っても今年の総決算のこの日本シリーズ、一塁から一塁中畑へ追いでいくか。まずワンアウトを取りました西本。それはね、やっぱりシュートピッチャーというのはね、固めにあるはずですから、はい、あーこのシュートの空振り、当たりしもないピッチャーゴロ、西本のシュートにスティーブも倒れました。2回目の先頭バッター田淵、昨日のヒーロー、も見えます。太田を三振に西本が打ち、いや西本もやはり立ち上がりシュートが切れてますね。これはいいですね、追い込んでからアウトコースで投げたらこの人はうまいバッティングしますよね、はい、あそこだってます。二塁には投げないで一塁へ。試合開始前ジャイアンツのマグヘッドコーチがこの風なんとかならんかいななんとも言ってた風です。またないか球、はい、起用でやります。これは落合さん、はい、この金本原中畑と渡りました。シュートはね、振り切っちゃダメなんです。西本のシュートはドーンと落ちますからね、ですから上から叩いたんではみんなゴロになりますよね、はい、もう今日はサードゴロオンパレードという感じになってますもんね、はい、中継ぎに使う予定じゃないですかね。おー中畑うまい、中畑のファインプレー。そしてこの西本のシュートにまだ、タイミング合っていません。もう腹立ちますねなんで自分の手に動かなきゃいけないんだっていうね俺の一発信用できないのかこんな感じになるのが嫌んでしょうね。ボール球振らされました。今確認をしているところなんでしょうけどね。そうでしょうね、うん、それと、まあ、パ・リーグの場合はこういうタイプのピッチャーで少ないですからね。あなるほど、で中盤になってきてあるいはランナー出た時にシュートを多投というのが多いんですけどね。最初からこんなにシュート多いのはこれは張本さんご質問も少ないですよね。少ないでしょ、今太田見た限りでは少し後ろに立ってますね。なるほど、ご覧の位置に太田が立ってます。またサードゴロ、全般的にセーフの ちょっと右打ちのような感じだったかな。そうですね、7球目ランナーは二塁へ、スタートを切ってます。ツーアウトランナー二塁、落合さんはこの鈴木選手はどういうところが一番特徴というふうに見てらっしゃいますか。そうですね、あの下手投げのピッチャーにはねめっぽ強いんですよね、はい、でうちも何度かあの痛い目に遭ってるんですけどもね、今もおりますけどね。
ね。これもシュートを引っ掛けてしまったという当たりで、モニターテレビ見てたんですけどね、西本投手の攻め方っていうのは山内貴則であるとか今井雄太郎投手に似てるみたい。はい、三振、毎回三振は途切れてます。それと今日はね、山倉がセンター松本彩、左中間、さあ5球目、やっぱり引っ掛けてしまう、どうこらえていくか、見頃ですね、はい、7回の裏は4番の田淵から、相変わらず今以降生決まった電車が数えることしかないとね、少ないですね、ああ今度はボールになったわ、今日のシフト、7球目、また来た、8球目になります。三塁ゴロ正面、あ、これは石井選手にアドバイスでした。あ、今度は違う球でした。それとね、ちょっと甘、最後は西武の反撃、ワンアウトランナーありません。結局またサードゴロになりました。ツーアウト。軽やかなフィーリングでピッチャーゴロにヘリーを打ち取ります。ファールフライ、ツーアウト、また三塁ゴロだ。この西本投手の持ち味ですからね。ワン、ツー、セカンドゴロ、ワンアウト。そうですね、ピッチャーゴロは2つですからね、まあ、それだけやっぱり西本投手のシュートが切れてるってことなんでしょうね。9回の裏、果たして波乱が残っているかどうか。4対0、差は4点、まだ満塁ホームランで同点になるという点差です。あー、これはゲッツーコース、5-4-3、ラグラグゲッツー、試合終了。4対0、西本、西武打線を完封いたしました。ナイスピッチング、対戦成績1勝1敗となりました。